どうも三浦です。さあ妖怪ウォッチ3やっていきましょう。最近私ですね、ちょっと引っ越しを考えておりまして、いろんな家に行ってね、まあ内覧やってたんですけど、それでちょっと時間がなくてね、 YouTube の方できてませんでした。さあ今回もクエストですね。通信対戦の方はちょっとしばらくお休みしていたんですけども、もうそろそろ再開できそうな感じですかね。ちょっとね、新しい戦い方をね、ちょっと思いついてしまったんで、ちょっと今マイニャン特訓してんですけど、あと3時間で特訓が終わるんで、これが終わったらね、ちょっと通信対戦もやっていきますよ。さあ今回はまあ普通にクエストですね。あとこんだけなんだけど、まあ貴重な僕の動画のネタなんでね、もう大事にやっていくから。もう今10月で多分ね、なんか更新があるでしょ、妖怪ウォッチ3の大型アップデートってやつ。多分まあ僕の予想としては、まあ12月ね、あの映画公開されるタイミングで来ると思うんだよね。あと2ヶ月耐えられるかな耐えられるかな。もうじゃあこれやろうかな。ミステリー、消えた一杯のかけそば。ミステリーなんで、ある程度このクエストのなんかやりごたえがあるかもしれない。お蕎麦屋さんからの依頼です。出前の道中でかけそばが消えてなくなってしまったとか。なんとも奇妙な話ですね。なんだろう、妖怪に食われたのかな。まあ経験値はたったの100ですけどね。こちらは蕎麦屋の店員からの依頼ですが、今日はお店が忙しくて事務所に来られないのだそうです。いやこっちも忙しいんですけども。ふむふむ、そのパターンね。それでどこに行けばいいって。青葉の蕎麦屋に来てくださいとのことです。もう目と鼻の先だね。こんなに近いのに時間作れなかったのかな。まあ、それだけ繁盛してるってことか。行ってみるだに。まあ、めっちゃ近いんですけどね。最高。ここいつも赤信号無視してしまうっていうね。あるある、あ、こっち？ここだ。あ、蕎麦屋さん初めて入ったかもしんない。いいね。なんかすごくくつろげそう。テーブル席と畳の部屋。俺だったらこっちかな、畳。さあ、いた。店員さん。もしかして、君が探偵さん？その通り。どんな難事件もペロッと解決。稲草不思議探偵社です。それでそれで、今回の依頼内容は？ああ、はい。探してほしいものがあるんです。探し物ですか？少し物足りない依頼ではありますが。いいでしょう、引き受けましょう。で、探し物とは？蕎麦です。いや、真顔で蕎麦って言われたね、今。蕎麦っすか？あれはちょうど夕方の5時でした。僕は確かに注文のあったかけそばを持って店を出たんです。隣の交番で警察官に挨拶をして、それから、ああ思い出したかな。何事もなく、いつものようにニャー KB 劇場の前を通って。近いね、めっちゃ近所だね。アニメ堂の店員さんにそばを届けに行きました。でもその時にはもうかけそばの姿はどこにも。いや、普通に道で落としたんじゃないのかな。違う？不思議な事件だにね。ではまず話に出てきたアニメ堂と交番で聞き込みをして手がかりを集めるとしましょう。なるほど、なんか探偵っぽいね。夕方の5時の出来事なんだね。まあなんかアンパンマンがやってそうな時間だね。交番ってどこよ。すげえ、あ、目の前じゃん。こんにちは。調査にご協力いただけますかな。何の調査かな。いいよ、何が聞きたいんだい。いや、優しい警察官だね。なんか顔は怖いけどさ。ニャーケビ劇場についてお伺いしたいのですが。おい、関係なこと聞いてどうする、ダニー。いやー、すごい人気だよね。イベントがある日は大混雑で、
僕ら警察も大忙しなんだ。なるほどなるほど。あ、そうそう、この間もニャーケビー劇場の前でゲリライベントが行われていて、すごい人だかりだったんだ。ゲリライベントってなんだに？あれですよね、なんか告知前触れとかもなくいきなりやっちゃうみたいな、そういう感じだよね。事前に予告なしに行われるイベントのことだよ。でもこれは事件の手がかりになるかもですの。なんか関係してんのかな、ニャーケビーが。そうだにか。よし、この調子で調査を進めるとしよう。いや、今ね、僕ちょっと口内炎で薬塗ってるんですけど、その薬がね、すごい粘着力があってね、口の周りにめっちゃついてね、すげえ喋りづらいわ。さあ、こっち行こう。ニャーケビー劇場ね。次はアニメ堂。もうこんだけ近いんだからさ、お蕎麦屋さんでね、出前じゃなくて食べに行けばいいのに。店員さん。あなた、この間そばの出前を頼んだそうですね。そば？あ、あの日のことね。あの日はびっくりしたよ、ほんと。あの日は道が人であふれかえってたから、そば屋で出前を頼んだの。あ、そういうことなんだね。評判いいのに食べたことなかったから、すっごく楽しみに待ってたんだよね。なのに全然来なくってさ。30分遅れてようやく来たかと思えば、そばがないなんだもん。30分。もう完全に伸びてんね。一応そばでも伸びるんですよ。30分の遅刻、それは初耳ですね。これは結構手がかりになりそうな情報だに。さあ次はどこ行けばいいんだ。おかげでその日は夜まで何も食べられなかったんだ。あ、それはお気の毒。それはお気の毒でしたね。アニメ堂の店員がそばを頼んだ日、道は人でいっぱいだった。これはもしやニャーケビーのゲリライベントがあったからなのでは。そして蕎麦屋の30分の遅刻、事件の真相が見えてきましたぞ。本当かな、これ全然わかんないけど。でも蕎麦屋30分の遅刻はね、ちょっと遅刻しすぎだよね、さすがに。何？本当だに。しかしもう一つ証言が欲しいところですな。そばが丼ごと消えるなんて、やっぱり不思議な事件だに。消えるなんてことはありえない。きっと盗まれたんだ。そして盗まれたのだとしたら、犯行は人混みで行われた可能性が高い。何言っとるだに。いや、ちょっと待つだに。盗まれたと言ってもおつゆたっぷりのかけそばだに。よ、いくらなんでも気づくだに。そう、普通は気づくはず。この事件の犯人が人間ならね。何？妖怪なら気づかれずに盗めちゃうんじゃないかな。そうだね。確かゲリライベントがあった場所はニャーケビー劇場の前だっただに。その辺に怪しい妖怪がいないか調べてみるとしよう。なるほど。もう今回も妖怪のせいなんだね。もう何でもかんで都合も悪いことはみんな妖怪のせい。ニャーケビー、あ、旗が立ってる。え、妖怪の反応がしてるよ。どこだ、どこ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 。ん、ここらへんかな。え、いませんけどいませんけど。どこだどこだどこだ。あ、ここだ。ひもじいだ。普通すぎるもっと意外な妖怪かなと思ったんだけど。絶対お前のせいじゃん。それなんじゃ。なんじゃじゃねえよ。この妖怪が怪しい。そのよだれ、そのポーズ、あなた食いしん坊な妖怪ね。何？いかにも。
わしは妖怪ひもじい。いつもお腹を空かしておる妖怪じゃ。なるほど、実に簡単な事件でした。いやでもなんか簡単すぎるよね、さすがに。あの日かけそばを誰にも気づかれず盗むことができた人物がいるとすれば、それはあなただ、ひもじいさん。なんだその金田一少年みたいな言い方。それああ、そうじゃよ、あっそり認めただに。それあれはニャーケビーとかいうアイドルのゲリライベントの日じゃった。人混みの中からかけそばの悲鳴が聞こえたんじゃ。いや聞こえないから。かけそばの悲鳴、麺が伸びてしまう前にどうか早く食べてくれ。かけそばはそう言っておった。わしがかけそばを見た時はすでに少し伸びかけておったよ。そんなかわいそうなかけそばを放っておくことはできんかった。いや自分が食いたいだけでしょ。何きれいこと言ってるだに。かけそばは喋らないだによ。待つんだ、うさぴょんくん。ひもじいさんの今の言葉はどこか胸に響くものがある。え、証言っていうことはこれ解決じゃないってこと？それ。そうじゃ、忘れておった。この丼をそば屋に返しておいてくれ。いや、自分で返しなさいよ、そんぐらいは。これはそば屋の丼。いなほ、証拠まであるだによ。いただいておきましょう。いらないよこれ。あ、でもこれが一応証拠になるのかな。証拠になるのかな、これは。確かにそばを盗んだのはひもじいだった。しかしこの事件はまだ終わってない。なに？なに？え、まだ終わってないの？どういうこと、稲穂ちゃん。うさぴょんくん、我々は今一度そば屋さんに話を聞く必要があるようだ。つうわけで、蕎麦屋さんへゴー。え、一体どういうことなんでしょうか。僕全くわかんないんですけど。なんか真犯人がいるのかな。いやー、しかし口内炎はちょっと喋りづらいな。最近蕎麦食べてないな。このゲームやるとお腹空いてくんだけど。ちょっと質問をよろしいですかな。犯人が見つかるなら何でも答えるよ。何が知りたいんだい。あ、何運んだのは、あ、ちょっと今なまってたな。俺ちゃんとあの関東の神奈川育ちですからね、なまりとか全然ないから。運んだのは本当にかけそば、出前のそばを自分で食べた。ニャーケービーでは誰が好き、ニャーケービーでは誰が好き、全然関係ねえから。出前のそばを自分で食べた、これが正解だったらひもじいがかばったってこと。これにしようかな。あなたの配達していたそばは確かにかけそばでしたか。え、そうですけど、それが何か。そんなこと聞いて意味あるだに。ないかも。ないのかよ。犯人が見つかるなら何でも答えるよ。何が知りたいんだい。あ、関係なかった。出前のそばを自分で食べたんじゃない。もうなんて失礼な質問なんですかね。いや、わざわざ出前のそばを食べる必要はないよね。そば屋だし、確かに。犯人が見つかるなら何でも答えるよ。何が知りたいんだい。え、一番ないかなと思ったこのニャーケービーでは誰が好き。僕はやっぱりフササタン。これ読みづらいんだって。もういやー、最高だよね、ニャーケービー。フササタンのあのキリッとした目、つるんとした可愛いおでこ、一生懸命踊ってるのを見るとつい応援したくなるんだよな。こないだのゲリライベントもすごかったそうですね。うん、本当に最高だったよ。お前ちゃんと仕事してんのかよ。もしかしてその日はもしやそばが盗まれた日なのでは。え、あー、そうだったかも。アニメ堂の店員さんが証言してくれました。あなたは出前に30分遅刻したそうですね。そして
事件の日のゲリライベントが始まったのは夕方5時。あ、そばの出前があった時間だね。つまりニャーケビーファンのあなたはゲリライベントに遭遇し、出前そっちのけで、ゲリライベントの30分間劇場前で寄り道をしていたのです。あ、そこが気になってたのね。あ、まさか あんなイベントがあるなんて。30分の遅刻は認めます。でもそばが盗まれたのは本当なんです。ではこれをお返ししましょう。盗まれたそばの丼ってことは犯人が見つかったのかい？でもなんて説明するんだろう。相手妖怪だし。見つかりました。しかし事件の真犯人ではありませんでした。30分も経てば麺はのっぴのび、つゆも冷めて美味しくなくなってしまう。確かにその人は出前のそばを食べましたが、食べ物は美味しいうちに食べられてこそのもの。その人はそんなかけそばの命を救ったに過ぎない、そう思うのです。よってこの事件の真犯人はそばをすぐに届けなかったあなたです。いや、むちゃくちゃな。確かに君の言う通りだ。そば一筋2年半なんたる失態。いや、そんな長くやってないから。結構短いダニね。なんか全然バイトみたいな期間だね。約束するよ、もう二度とこのようなことはしない。これまで以上に美味しいそばをお届けできるように頑張るよ。その息っすよ。よかったら君も食べに来てね。これにて一件落着だに。この名探偵に解けない謎はありません。さささささーっと、じわっと解決。あ、解決した。なんだ、結局ひもじいが食ったんだね。あー、またクエストが一つなくなってしまった。じゃあ最後ね、回しておしまいにしましょうか。あー、これ完全に外してんね。ナスの天ぷら、ナスの天ぷら美味しいのかな。よし、ということで、まあマイニアンはね、まだ3時間だ、1時間も経ってないな、きっと。そうですね、あれがないんだよね、スグノビール Z がもう取れなくなっちゃったからね。はい、ということ、まああと2時間やったら通信対戦をまたやって、今日出せるかな、通信対戦。はい、やっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。